栄光のハリウッドは、1932年のアメリカ合衆国のドラマ映画、ジョージ・キューカー監督、コンスタンス・ベネット主演、プレコード機の作品である。後に何度もリメイクされることになる、ウィリアム・エイ・ウェルマン監督の1937年の映画、スター誕生の下敷きになったと言われている。女優を目指していたウェイトレスのメアリーは、 有名監督マックスの目に留まったことをきっかけに大スターとなり裕福な青年と結婚する。ところがスターとしての地位のために夫婦関係は破綻、恩人であるマックスは自らの監督生命の終わりを悟って自殺する。昇進のメアリーはハリウッドを離れ南フランスで夫との間に設けた子を産む。そこに世間の噂が嘘であることをようやく知った夫が やってきて、メアリーに許しをこい、復縁を願う。こうしてメアリーは幸せを取り戻すことになる。栄光のハリウッドのローエル・シャーマン、ニール・ハミルトン、コンスタンス・ベネットもともとは、ザ・トゥルース・アバウト・ハリウッドというタイトルであった。アディラ・ロジャース・セント・ジョンは、女優のコリーン・ムーア、彼女の夫で、アルコール依存症だったプロデューサーのジョン・マコー・ミック、精神障害の末に自殺した。 映画監督のトム・フォーマンの実話に基づいて執筆した。プロデューサーのデビッド・オー・セルズニックは当初、主演女優には、クララ・ボーを希望していたが、RKO のニューヨーク事務所の重役はこれまでに似た、プロジェクトが失敗していたために出資を躊躇していた。結局セルズニックが企画を通す頃にはボーは別の企画に移ってしまった。RKO によるとこの映画は5万ドルの損失を出した。 ジェーン・マフィンとアディラ・ロジャース・セント・ジョンはこの映画により第5回アカデミー証言暗証にノミネートされた。コンスタンス・ベネットはこの映画が自身の出演作の中で最高であると考えていた。栄光のハリウッドの公開から4年後、セルズニックはキューカーにスター誕生の監督の話を持ちかけた。そのプロットは栄光のハリウッドに似ていたためにキューカーは拒否した。 RKO の重役は明らかに類似点があるとして、セルズニック・インターナショナル・ピクチャーズを盗作で訴えようとしたが、最終的には実行に移さなかった。キューカーは1954年版のスター誕生では監督を務めた。ありがとうございます。